年収3000万円稼ぐ人と年収300万稼ぐ人って結局何が違うのかっていうと、考え方の違いなんですよね。年収3000万稼げる人っていうのは自己評価がめちゃめちゃ高いんですよ。稼げない人っていうのは自己評価めっちゃ低いです。評価っていうのには自己評価とね、能力評価って2つの軸があるんですけど、自己評価っていうのはコーチングの用語で言うとエフィカシーって言ったりするんですよね。この自己評価ってすごいパフォーマンスにすごい影響してくると、よくオリンピック選手とかって試合前に結構瞑想したりとか、自分のなんか潜在意識とか内面を見つめ直したりとかするのにすごい時間を使ったりとかっていうのがあると思うんですけど、自分はオリンピックでメダル取って当然だよねっていうセルフイメージがある人っていうのは、思ってることがやっぱりそのまま出るんですよ。要は自分が本当に内面で思っている自分の評価っていうのがそのまま出ます。自分はですね、稼げるって思い込んでる人っていうのは、今稼いでなくてもそのうち年収普通に1000万2000万3000万僕は行くと思ってるんですよ。自己評価が高いとどんな困難もクリエイティブな発想とアイディアとできるためにはどうすればいいんだって思考で脳がぐるんぐるん考え出すんですよ。僕らの脳ってもうスーパーコンピューター並みのですね、問題解決能力を持ってるわけなんですよ。だから僕らって生まれた時から大天才としてね、まあ生まれてくるっていう話があるわけですよ。コーチングの業界でもね。だからコーチングって基本的にその人を持つ潜在能力を引き出して、その人のゴールを達成するためのお手伝いするのがコーチの仕事ですから、っていう面で言うと、自分の自己評価を自分でやっぱ上げてあげる必要があるわけですよね。自己評価が低いと、絶対何かしら言い訳を作るんですよ。例えば起業しようもそうですよ。明日起業しようっていうやつは、1年経っても起業しないって話がありますけども、起業しようと、いやでも自分には自信がないから、ちょっと本読んでから起業しますとかね、準備できてから起業しますとかね、そういう人ってね、本当は自信ないんですよね。自信ないんだけども、その裏側としては、本当は成功したいんだけども、成功したくないっていうのが実は潜在意識の思い込みあるんですよ。今会社員をしていたりとか、もしくは個人事業主でも、今よりももっと年収が上がってしまったら、今の自分の人生よりももっと上に行っちゃうわけですよ。でも、僕らの潜在意識って変化を恐れるから、良くも悪くも年収が上がるとか、仕事で成功するっていうのを、陰ではすごい恐れちゃってるわけなんですね。だから、できない言い訳を僕らの脳は与えてくるわけなんですよ。で、結果的に今の人生に安住しちゃうんですよ。だから僕らってのは、今の延長線上人生しか基本的には生きられないです。なんでかっていうと、居心地がいいんですよ。成功したいって口では言っときながら、成功してない今の状況の方が居心地がいいんですよね。多少強引なやり方を使ってても、外に出る、もうコンフォートゾーンの殻を破るみたいなね。何かしらそういう行動を毎日の日常の中でやっぱ取っていくっていうのは、僕はすごい重要だと思うんですね。読んだことない本読んでみるとか、行ったことない人のセミナー受けてみるとか、何でもいいです。やったことないことやってみるとかね。すごい重要ですよね。そういう経験をちょっとずつ積み重ねていくことで自己評価ってやっぱ上がっていくんで、それはもう自分自身との問題なんでね。能力評価に関しては、お金を払うことでスキルっての上がっていくことができるんで、これはもうお金である程度ね、解決できる分野です。でも、自己評価に関しては、自分との戦いなので、自分がね、無意識に今できない理由を探しているなと思ったら、それを認識した方がいいと思います。そっちの方が、もっと選択肢が広がるんです。今じゃ仮に年収300万です。でももっと稼ぎていきたいです。とか言うんだったら、今までの意思決定で、これはいい、これは悪いとかね、これは好きじゃない、これは嫌いだとか、自分の中の意思決定してる限り、それは年収300万しか稼げない自分の脳みその中での意思決定をしてるから、そのコンフォートゾーンを超えられないんですよ。結果一生300万円で。思うんですけど、僕22から23になるにかけて、たった1年間で年収が20倍になったんですよ。で、何変えたかっていうと、もちろん、やり方とかノウハウとかね、めちゃめちゃマーケティング勉強しましたし、研究しましたよ。ほんと1日14時間ぐらいね、自白ぐらい仕事しましたけど、でも、一番は自己評価変えたんですよね。自分は年収2000万稼げる男だと。まずは思い込みが始まる。思い込みの力ってマジですごいんですよ。だから、当時の僕ってね、オラフキのつもりで年収1億稼ぐ私はマーケターだってボールペンに書いたんですよね。で、それ通りにずっと貼っといたんですよ。壁にも貼ってね。さすがに1年ぐらいでやったら1億はいかないです。まあ、2000万ぐらいだったんですけど、その翌年で1億2000万いったんですよね。先に僕決めたんですよ。決めたから達成ルート後から見えてくるって話なんですよ。年収3000万欲しかったら、私はクライアントさんに圧倒的な価値を提供して商品を販売して年収3000万稼ぐって決めるんですよ。まず決めるってのが重要かもしれないですね。今日夜カレー作りたいなって決めるから、そっから逆算して、じゃがいも必要だわね、牛肉必要だね、玉ねぎ必要だね、リストアップしていくわけですよね。で、それを達成するためにはスーパーマーケットに行くっていう意思決定をするんですよ。で、最終的にカレー作れるじゃないですか。決めるからそれカレーできるわけですね。カレー食べたいなと思ってるだけじゃ、いやまあめんどくさいから今日はいいやで終わっちゃうわけですよ。だからカレー食べられないですよね。でも俺は今日カレーを作ると決めるからスーパー行くっていう行動が生まれるんですよ。先に決めるから達成ると見えてくるんですよね。で、今は稼ぎ方わからなくていいんです。到着地を決める、本当に重要です。結局自己評価は自分がこれやろうと思った時に絶対にできない言い訳考えるんですよ。僕らの脳みそってできない理由を考え出す天才なんですよ。みんなそれによって成功しないんですよね。起業怖いからなとかね、倒産したらどうしようとかね、そんなやってみてから考えればいいんですよ。起業できない人って本当にそこで止まっちゃうんですよ。本当1年後はなんであんなことでくよくよ考えてたんだろうなって思う日が絶対来ます。答え言いますね。自己評価高めの方、ただ一つ、自分の中のネガティブな言い訳を洗い出して紙に書き出して、なんで自分はこういう思考回路に陥っちゃったんだろうな、でも冷静に考えてポジティブに考えてみればできる理由も出てくるんですよ。物事って球体になっていて、できる理由とできない理由って同時に共存してるんですよね。だから自己評価は自分の中のネガティブな言い訳ができたら、それと向き合って、自分はなんでこんなことでくよくよ考えてるんだろうなっていうのを冷静に考えてみると、本当にちっぽくなことに気づきます。それよりももっと先のメリットの方
をイメージできたら、もうそっち行こうってなるんで。自己評価はそういう感じで自分のネガティブなつぶやきを自分で潰していくんですよ。っていうのを意識してほしいなと思います。はい。皆さん、今日もね、動画最後までご視聴いただき、ありがとうございました。私の LINE では、こちらに出ている豪華7大特典っていうのを今だけプレゼントしております。実際弊社が、インスタグラム累計100アカウント以上運用してきた中で体系化した、今最新の最も熱いインスタグラムを使ったノウハウの講義動画や、LINE アットの配信で制約率を2倍、3倍と高めることのできる配信のテクニック系の動画。そして、うちがですね、3年間で累計8億以上の売り上げを作ってきたそのマーケティングのね、本質をまとめた累計150分相当のですね、動画講義っていうのをね、無料でプレゼントします。さらに今だけ、弊社をね、出させていただいている書籍、こちらもね、無料で受け取ることができますので、興味ある方は下の概要欄から今すぐ LINE で登録いただいて、プレゼントもね、ゲットしてみていただければなというふうに思います。そして、私の YouTube ではですね、日本一実践的で分かりやすい SNS の集客に役立つ再現性の高いノウハウを日々配信しておりますので、非常に重要な情報を見逃さないためにもですね、今すぐぜひチャンネル登録もポチッと押していただけたら嬉しいなというふうに思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。